日本では、マラウイ南部州、マチンガ県の都市である。この都市は、ゾンバとリロングウェを結ぶシーレ川沿いの幹線道路上に位置しており、バラカ県、マンゴチ県、マチンガ県、ゾンバ県の4つの県へ行き来する上での交通の中心地である。また、日本の幹線道路とモザンビークへ向かう、マラウイ鉄道を結ぶ物流の要所でもある。なお、国際的には、 リオンデ国立公園から近いことで有名であり、同園を観光する上での準備を行える町として観光客に重宝されている。この町からリオンデ国立公園へ向かう方法は二通りあり、一つはボートを利用して仕入れ側経由で入園する方法、もう一方は車で園の南口から入場する方法である。この都市は2002年に水、電気、固定電話のほか、 携帯電話のサービスエリア化などの基本サービスが整備されたものの、現在でもこれらのインフラストラクチャー供給は時々不安定になる。なお、市内には病院や給油所も存在する。市場では様々な商品が扱われている。食品ではトウモロコシの粉、トマト、玉ねぎ、キャベツ、バナナ、カボチャの葉、西洋油菜の葉、キャッサバ、さつまいも、ジャガイモ、 米、インゲン豆、ヤギ肉、卵のほか、旬の果物などが扱われている。また、空豆や、茄子、オクラ、砂糖きびなども時折販売される。リオンデの町の南東部地域この都市は暑いことで有名である。ゾンバ方面からこの地域へ車で訪れると、谷の方から来る熱気と湿気を、はっきりと体感できる。また、都市内には、バオバブの木や、 火炎樹が多く生えている。人工建造物では、レンガ作りの壁や薄公判で作られた住居が見られる。この街で見られる外国人は大半がリロングウェカ、ゾンバへ移動する途中か、リオンで国立公園に来た観光客である。なお、一部の観光客の間には滞在地として高く評価する者も,もいる。ありがとうございます。